はい、まあ、当たりをもうちょっと分かりやすくするために防護器に変えます。そしたら、またこれで一回切ります。これハリスの部分はまた使い回しをします。でまずは、下り玉ですね。この丸タイプを使います。丸タイプを通します。で次に絞りペット、絞りペットも大きい小さいあまりないんで今通します。で次にこのクッションですね、浮き用のクッション、まずは小さい細い、まあ狭い方ですね、狭い方から通して、でこっちは今度は太い方から通して、まあ、こういう風に対になるようにします。でここに、まあ、浮きゴム、爪楊枝でも、カラマンボウでもどっちでもいいです。これで、まあ、仮止めしておきます。で、ここに、使い回ししますんで、さっきのハリスですね。さっきのハリスですね。で、もうこういう風になってますんで電車結びをします。輪っかの中を4回通すだけです。1回、2回、3回、4回、4回通してギュッと引っ張ります。でこっち側のハリス側も4回、1、2、3、4でギューッと引っ張ります。でここでグーッと引っ張って、ここで、まあ、これがまあ電車みたいに見えるんで電車結びと言います。で引っ張って、これで出来上がりですね。で端っこの糸を切って、次浮きを取り付けます。で浮きはチヌの 5B で、5B、このスナップの部分をこういうふうに外して、こういうふうに浮きを入れます。で、これはもう浮き止め必ずつけないといけないんで、浮き止めをつけます。浮き止めをまあ適当な長さで切って、3回ぐらいでいいと思います。はい、でこれで浮き止めしますね。でここで、まあ、仕掛けが止まるようなこうなっています。で、5B なんで、この 5B で調整します。これ今 B の重りだったんで、でも 5B っていうのがないので 3B と 2B と 2B で調整します。であまりにも沈みすぎるようだったらまた調整します。ハリスの真ん中にこう 2B、ね、でこれでまずは沈まないかどうかを確認します。これでちょうどいいぐらい。